Our final contestant for this level is Xiyue Zhang from The Ohio State University. Her speech is called Gochisōsama to Vitamin called Gochisōsama. It is normal in Japanese culture to show appreciation before and after enjoying the meals, but why it matters. Simple words like thank you for a wonderful meal can not only be good for a family, but also supports the society. ごちそう様でしたは日本人がいる場所でよく聞かれる言葉です。食事の前後の礼儀として家族や友人の間でも使われている日本の特徴的な文化として外国人に認識されています。自然の恵みに対する感謝以外、この2つの言葉には料理を作ってくれる人への感謝が含まれています。中国人も家の中でいただきますということはできますが、 ごちそう様についてはわかりにくいと思います。食事の開始の合図であるいただきますをともかく、家の中で感謝を表すごちそうを使う必要があるでしょうか。中国人である私には考えたことないものだからです。ただし、日本の文化に接するにつれ、少しずつ思考を知ってきた結果、私はごちそう様は丁寧な礼儀だけではなく、 家族にとっては一番のターミンだと思うようになりました。毎日料理を作ることは非常に大変なことですから。なぜかというと、料理は毎日繰り返す作業なので、想像以上退屈なこともあります。料理の味と多様性から栄養のバランス、多岐までも考慮に入れなければいけません。 そのような大変な仕事である料理を知ってくれる家族に対してこそ、心からごちそうさまという感謝の気持ちを伝えることが必要不可欠です。言葉が簡単ですが、料理を作ってくれる人にとっては何より嬉しい言葉であり、疲れを癒してくれるためです。中国に行った時、初めて中国語で父親にごちそうさまと言いました。 父親は何も言わなかったですが、その日、父親の美味しそうな顔は一生忘れません。社会の基本単位である家族が平和になったら、社会全体もうまくいくのではないでしょうか。今日から、心から毎日料理を作ってくれる人へ、ごちそうさまの痛みを送りましょう。ありがとうございます。 いらっしゃいとか、ただいまと、あとおかえりなさい。これは、
先ほどのご馳走様みたいな感謝にどういった意味がありますか。まあ、私は、まあ、こんなようなお願いは、まあ、人と人の間のつながりがあります。ありがとうございます。勉強になりました。